はいはい、どうぞ、山田さんですね。いかがなされましたかえっと、少し体調が悪くて、今日会社を早退していきました。会社の規定で体調不良の時は病院に行くんです。検診だけしていただけますか何え、山田さん、これは一度 CT スキャンと MRI 検査をしましょう。え、何かありましたかまだわかりません。でも様子が妙です。そ、そんな、わ、わかりました。お願いいたします。山田さん、大変です。すぐに手術は必要です。手術何かありましたか今説明してる時間がない。さ早く。あ、はい。 そんな、お医者さん、命だけを助けてください。それはやってみないとわからない。今は一刻を争う。急げメス、切開。安定剤を注入。まずい、心臓マッサージをしろ。うう山田さん、リハビリ生活はどうですかは、はい。おかげさまで、少しずつですが、回復してきております。それはよかった。無事、手術は成功しました。このご恩は一生忘れません。い,いえい,いえ、山田さんが違和感を感じて、早めに来ていただいたおかげです。もう少し遅れていたら、果たして間に合ったか。あ、ありがとうございます。 ふぅ、もうほとんど回復しました。この度はお世話になりました。い,いえい,いえ。それで、あの、病名は、はいあ、あの、病名は、結局、何だったんでしょうか。病名はあ、はい。まだ聞いてないので。あ、病名は、ああれだよ。あれあれ。風。はいえ今なんであ、風です。はい。風。風って何ですかまさか、特異的な風あ、いや、風です。風。普通の。えみんながよく引く風です。一般の。あ、え風 普通のああ、はい。いや、えどういうことえ何だったんですかあの手術は。ああ、いや、なんか、確実に風邪菌を殺すために体内から消毒しました。え体内を直接消毒したんですかはい。おかげさまで全滅させました。いや、えいや、ただの風邪なら自然に抗体が戦ってくれるやん。まあ、可能性を確実にするために。やばー、やばばばば、ただの風邪のために体手術された。えなんでじゃあ僕、足まで傷を負ってるんですかまあ、足にも菌がいってる可能性もなくはないから、いなかったけど。 やぶーやぶぶぶーもう何から突っ込んだらいいかわからんわふっふざけんなこんなのやぶ医者だ治療費はいくらだ治療費は600円です。あ、え ?600 円はい。あと、腸内に大きなポリープが3つあったので、ついでに切除しておきました。えポリープついでに切除してくれたんですかはい。あと、普段の生活からか、体に相当疲労感が残ってたので、全身に栄養剤を投与しました。あ、だから、なんか、こんなに元気なのか。あと、足はたまたま膝の半月板が疲労骨折し掛けて痛んでいたので、ついでに手術しておきました。あ、 二ヶ月前からずっと膝痛かったのはそのためか。あと、このまま行くと腸が大腸がんになりかけてたので、予防手術処置もしました。え大腸がんにもなりかけてたんですかはい。そしてこれからは定期的に人間ドックに来てくださいね。うちの病院で5年間人間ドック無料サービスをプレゼントします。あ、ただの紙下だった。面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。えチャンネル登録してくれたんですか嬉しい。えーえぇーはは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 。<laughs>